じゃあ、ちょっと。いろんなものを食いすぎてきてるからね特に何がいいっちゅうもないんだよ。みんなで好きなもの行こうか。で、どれにする？このはい、ありがとう。28回目の誕生日、はい、おめでとう。失礼いたします。季節のメリーでございます。名前は分かんないです。こんだけ本場あればな。あのほらもうちょっとこう上をつったりな。ほらこの子はな、うん、これいいね、景色もね。なんか課題があるといろいろ喋っちまうけど、私もフレンチトーストが焼きたてでございます。おいしそうだな。これ1個、はい、この1つね。私上大きいやつ一つ。どれも一緒だ。あ、そういうの。二つ入れたり。二つ入れたら。あ、じゃあ。もうそこに。蜂蜜じゃなくてメープルシロップか。フレンチトースト。よく食べして。次メイン来るまでちょっと止めとく。だね。美味しそうだ。今からいただきます。Thank you.
very nice ね。美味しい。何か28歳になっちまったな。なったな。うん。はい。はい。そのね、ブドウベリーミックスってやつ飲んだことないんだ。飲んでます。で、よく何でも自分がこの座右の銘じゃないけど常に持ち歩いてるその本の話なんかよく出てるよ。あれよくわかるよな。これはもう100万遍読んでもまだ読みたいっていうようなな、そういう本ってあるんだよな。いわゆる聖書みたいな。そうそう、聖書みたいなのその本当の宗教的な聖書だそうだし、人によってはもうそれがつまらんもんでもな、人から見たらつまらんもんでもそれはもう聖書なんだよな。じゃあそういうものを持ってるものと持たないものの差っていうのはやっぱり出てると思うよ、うん、だから人それぞれだから、だから人のことをまあ言えないこと言うことや、うん、自分のでもどの分野でもあるけど、これがこのいわゆる清楚みたいな、例えばピアノだったらベートーベンの32のバリエーションとかね、それはもう基本でなくて、それをまずちゃんとできないから、そういうのって、まあ音楽の話で言えばバッハ、ベートーベン、ハイドンか、その辺の古いものから始まって、まあ、モーツァルトとかシューベルト、ショパン、まあ、そのあたりの極力ね、未だにこの何百年経ってもみんな重宝がられてやってて、まあもう普及の名曲としてやってるわけだろ。その差は何なんだろうな。で今現代音楽で新しい作曲家がいろいろ出してるけども、まあ俺はよくわからないけども、いいと思わんもんな。傷に隠してた暗い過去を、あなたが永遠に暗いまま、だからそれこそマイウェイとかやったら残ると思う。ああいうマイウェイか、さっき言った あれ不思議だな。なんとも言えない旋律だな。でどうってことないんだけどね。そうそんなのモーツァルトだってショーやし、どうってことないの単純やねんけど、やっぱりそこに天才的なものまあまあそんなんどうでもいいけどさ、そんなんいいけど、さっきのマイウェイな、俺今思ったわけじゃなくて今までから思うけど、ああいう短い曲なのにな、あの曲はいいな。そうそう、そういう曲、もうなんかね胸にジーンとくるよ。そういう曲でいくつかあるな。うん、ビートルズの曲なんかでもあるけどね、うん、そういうのは、まあ、想像してても、まあ、おそらく100年経っても残ってるやろうなっていうような曲は絶対あるよね。だからやっぱり謙虚でないといけないわけさ、人とも本当はね。まあまあそれとはマイウェイとは違うけど、じいちゃんの古時計なんていう曲あったっけ。大きなの、おえじいちゃんの古時計、あんな曲でもな聴いてたらいい曲なんだよ。歌詞もいいし、な、まあ、世界的には有名ではないけど、ないけども日本人の心に響くっちゃう。まあ、だからそういうのは残ると思うよ。
久しぶりだ。この頃ね、あんまり外食しないけど、こういう誕生祝いとかね、まあ年に何回かぐらいかな、こういうところ。あんまりこの辺ないんだよな、こういう雰囲気の店ね。よかったよ。まあ、今から帰ります。